カッパッパチャンネル。あ、カッパ、今手にはね、銀河を泳ぐマジカルカッパちゃんでやんす。ということで今日は電子マネーに来ました。せっかく遠野に来たので、やっぱりカッパちゃんは遠野に来たら絶対に食べるものがあるんですよ。それは電子マネーさんのひっつみなんでやんす。食べていきたいと思います。レッツゴー。それでは早速キッチンにいただきます。最初にスープから。これこれこれ、この鶏の出汁が超効いてて美味しいんですよ。ね、キッチンにもいただきます。ほら、もちもちそうでしょ。もちもちなのよ。おいしい。これを食べないと遠野に来たなっていう感じがしないんでやんすよ。うん、おいしい。うん、本当にね、大好き。あの、言葉を失ってしまうくらい黙々と食べ続けちゃうので、ひっつみは美味しすぎて、なんであとはゆっくり食べたいと思います。じゃあ皆さん行ってきます。美味しい。じゃ黙々と食べ続けること早5分、最後の一ついただきます。食べるのがもったいないくらい美味しいでやんす。あ、カッパだから。ごちそうさまでやんした。いや、久しぶりに伝承園のあのひっつみを食べたので、もうめちゃめちゃ心温まる味で、やっぱり大好きな味でやんした。ふるさとに帰ってきたなという感じでやんすね。あの、遠野とカッパが大好きで移住してきたっていう女の子にもお会いして、一緒に写真を撮ったりとかして、カッパちゃんのことももう覚えててくれたんでやんすよ。それがすごく嬉しかったでやんす。遠野ってすごくあったかい場所だなって思いやんした。ぜひ皆さんもカッパちゃんの大好きな遠野、そして伝承園さひっつみを食べにお出てくなんせ。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。ございます。じゃんかたたんぱんカッパ。